林伊勢は、中華民国空軍の軍人、厚生空軍の中心的人物である。1920年末、アメリカで医学を学んでいたが、それを止めて、ホノルルの家教が資金を集めて、サンフランシスコに創立した飛行学校、図教飛行士の飛行家で、飛行技術を学習。中国に帰国後は大元水府航空局に参加。1923年3月、 航空局引き、第二大隊,隊長。4月に、陳弘市営が反乱を起こすと、航空営、旧平港と共に、石井平校署へ、対地攻撃を行う。1924年、関東航空学校校長に就任するが、同年10月、陳拓林と共に、ソ連に視察。1925年、航空局軍事ところ県総務所所長。 8月、陳択林と共に2度目のソ連視察、飛行機購入に赴くこととなり、大井沙浦関東航空学校1期生6名、ソ連航空軍事顧問のレミと共に30日、甲州を発し、上海経由でソ連へ向かった。ポリカルポフ R-16 機など8機の購入を取り付けた。帰国後、関東航空局局長兼関東、航空学校校長、 1926年3月、航空局軍事署所,所長。6月、国民革命軍総司令部航空署所,所長。8月、航空局が航空どころに縮小されると所長。北伐では、北伐航空隊隊長を兼任。武漢と南省の攻略後の1927年1月、ソ連へ航空機と機材の購入のためチンズ等を両隊とする後期委員会に、 陳ン林高校 A らと共に参加。しかし、7月に、年間分裂が起こり、南京、武官僚政府が共産党を排除したため、航空機の購買交渉は白紙となった。同年冬に帰国し、翌1928年1月に、関東航空所長に就任。しかし、航空機購入の際に収賄を行ったとの権威で、更迭される。公認には、 蝶恵町がついた。小桂戦争が起こると、沈択林と共に離反し、厚生省建設町長、後衛下の紹介で、理想人、白、高敷、高昇らの新構成派に参加。1930年夏、厚生民謡航空準備会顧問となり、同年冬、南米で正式に立ち上がった厚生、民謡航空管理局局長として、 厚生空軍設立に携わる。1933年4月5日、航空管理局は南米から劉州に移転して、第4集団軍航空どころに拡大され、航空所所長に就任。香港のブリティッシュエアウェイズ関係者と人脈があったことからイギリスから人員や機材を集め、厚生空軍の発展形成に努めるが、人事問題で副所長の陳拓林と対立。 陳は関東空軍に戻ってしまう。これを発端とする航空所内の動揺を、林和人では抑えきれなかったことから、理想人と、白、高敷により、陳の後任には、第七軍参謀長の各風見影が当てがわれた。1934年春、厚生航空学校が設立されると副校長を、兼任。1935年1月に校長となる。 1936年7月、良好事変が起こると、引き隊隊長の根や切らかえと共に練習機一機で、甲州へ脱走し、南京国民政府に投降。同年8月、中越空軍第一路参謀長。1937年5月19日、総備例の推薦で、中国航空公使副統治長兼総経理に就任。第二次上海事変が勃発すると、 南京の輸送機を徴用して、軍用の物資を輸送したため、後に免職されることになった。1937年8月18日、空軍条九1938年3月、航空委員会訓練所長。1939年5月、航空委員会訓練官副官兼教育所長。1941年4月、航空委員会軍政所副所長。 後に訓練所長、教育所長、参謀長、中インドベンジ所長などを歴任した。1943年3月、北アフリカ艦船団に空軍から湧き、著評と共に参加、回路に赴く。1944年1月帰国。1945年6月28日、空軍少将。1946年6月、 空軍総司令部主席指揮官。1947年11月、空軍軍艦学校からジープに乗って、千山で狩猟に行く際に交通事故にあって死去。ありがとうございます。